さあ沼津の予想フォーメーションをご覧いただきましょう。ゴールキーパーは45番ムシャ。ここまで2試合出場したゲーム失点がありません。4バックです。4-1-2-3というシステム、今日は、徳永と鈴木健志郎が浜の前にいる形で、その前3トップという形になりますが、ウリュウ・コウセイ、ブラウン・ノア・健進、来たという形で、今日は1トップが渡辺亮はベンチにもいませんので、ブラウン・ノア・健進に期待がかかるというところです。続いて愛媛 FC の予想フォーメーションです。ゴールキーパーは徳重健太。今日は4バックです。前節は3バックでした。 4-2-3-1 という形で、組まれていますけれども、ワントップに松田力が入っています。この松田に期待をしたいと思います。まだ続きますチャンス。こうつながる、いい形で上がった、クロスが入る、シュートを打っていく、クロスは越えました。最後のシュートは9番の前田。ここもつながる。さあ左からクロスが入ってきた、ヘディングシュート、ポストの右、 OK というふうなジェスチャー見せましたけれども、安西は非常に高い位置に出ています。そして左サイドバックの大迫、今戻ってきて受けました、通ります。あ、これいいリズムです。ゴール前には2人3人と入っている。シュート打っていった。あ、ここはいい狙いでコーナーキックを取りました。先ほどクロスもありましたけども、ここはシュート。さあ、FM チャンスだ。佐々木から沼津のボールになった。徳永幸太郎粘ったが FM ボールになる。佐々木のシュート、ポストの左です。小柄な佐々木のシュート、後ろから組み立てながらサイドを使い、裏のスペースを狙いたいところですが、あ、ここはチャンスだ、シュート打った、クロスは、ここは一気にチャンスになりました。ここで、まあ、ディフェンスの足当たったんですが、高く上がりました。ヘディングシュート、正面、浜のシュートでした。ファーでこれフリーで打てたんですけれども、ボールを受けに行ったのはブランドア、ブランドア落として、さあつないだ、クロス入る、低いボール、もう一度これうまかった、シュート打った、パスが当たった、入った、決まった、ゴール、今シーズン初ゴールです。今日が5試合目の出場ですが初ゴール、そして通算ではこれが2点目ということになります。徳永、安西も良かったんですが、徳永もいい形で打てました。左足のシュート。さあ愛媛、チャンスが広がるか、一気に来た、いいドリブルです、折り返した、あー、シュート取った、こぼれた、打った、弾いた、もう一度打つ、ブロックした、前向いた、ドリブルからスルーパス、サイドからクロスが入ってくる、クリアしきれないか、まだ打てるか、もう一度打ってきた、シュート決まった、ゴール愛媛同点、1対1決めました。小原ですね、22歳、去年は東海学園大学 の大学生という形でそのゲーム出てましたけれども、非常に非凡なものがある、この小原のシュート、見事に決まりました。ここで粘って後ろに落としたところですね、ワンタッチで決めていきました。これほどこうやって見てもコースがないところなんですけれども、見事に決まりました。あ、カットしようとしたところだったんですが、これは愛媛がそのまま繋いでいく、
ドマスのファール、早いリスタート、ゴール前につながっていくか、シュートは阻止できるか、打たれるか、打ったー、ゴールキックに変わります。アディショナルタイムに入っていますが、アディショナルタイム4分、さあチェイシング、あっとこれスライディングした足当たりましたかね、徳重が倒れてイエローカード、これ2枚目です。あー推薦しろ、レッドカード、レッドカード、まあチェイシングしていったところからいいんですけれども、触りましたか最後、浮かせたボール、タッチ終わりましてスローイン愛媛です。95分を経過しています。もうほとんど時間がありません。あー長い笛になりました。あー沼津の選手たちはちょっとピッチ上に倒れました。ホーム4連勝ならず、結局引き分けという形になりました。1対1。